次に荒井博之君の質疑を行います。はい、荒井博之君。はい、改革の荒井です。詳しい質問通告はいたしましたので、早速 お尋ねします。経済産業省の担当者に お尋ねします。成長戦略です。成長戦略のためにマテリアルフローコスト会計、これを我が国は ISO14051 として世界標準化を取りました。これは非常に珍しいことなんですね。で、この世界国際標準化の働きかけを行って、まあ、取ったわけですが、マテリアルフローコスト会計の価値、意味、将来の価値ですね、こういったことを説明してください。経済産業省、鈴木秀夫産業技術環境局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、マテリアルフローコスト会計の国際標準化につきましては、我が国企業が製造プロセス等において無駄の削減に非常に強みを有しておりまして、その強みを国際的に生かせるようにするという観点から、我が国から提案をし、平成23年9月に国際規格 ISO14051 となったところでございます。この価値でございますけれども、企業が無駄に気づき、製造プロセス等を改善することで環境負荷の低減が図られますとともに、コスト削減や企業の競争力強化につながるものと評価をしております。こうした国の取り組みによって、マテリアルフローコスト会計は一定の周知がなされ、かつ国際規格としての位置づけもなされておりましてですね、まあ、今後はまさに民間の自主的な取り組みとして、基本的に個々の企業が導入の判断をしていくべきものであると考えております。はい、荒井君。委員長、はい、まあ、民間が自主的にと、こういうことなんですが、まさに安倍総理がおっしゃる成長戦略、これ非常にここにポイントがあります。マテリアルですから、原材料、資材、特に今で言ったら電気って言ってもいいです。これの無駄が見えるように、言ってみれば会計方式に変えていくんです。無駄に気づきますから、企業は事業活動の改善にビジネスモデル全体を変えていきます。川上から川下まで変えます。そして技術革新も入れていきます。オペレーションの省力化はもとより、ビジネスモデル全体を見直すきっかけになって、高い、これは今も上場企業はやってますけれども、高い評価なんですね。で、これを入れていくということは、まさに国難の、例えば電気に限りますが、電気の問題を解消しつつ成長戦略になっていくと、こういうことでございます。ご担当の経済産業大臣、そして甘利大臣から見識をお尋ねいたします。経済産業大臣、茂木敏充君。はい、さすがに荒井委員、素晴らしいところに目をつけられるなと思ったんですが、我が国、今、新しいエネルギー制約に今直面をすると、そしてまた資源のない国であります。そういった日本におきまして、マテリアルフローコスト会計を導入し、世界に先駆けて省エネ、省資源を進める、大変重要なことだと思っておりまして、これからもしっかりと国として取り組んでいきたいと思っております。甘利明経済再生担当大臣。毎回面白いアイデア出されるなと思って感心して聞いております。無駄が見えるということは、それを削減するコスト、それが少なくなればコストが減るということと、少なくするための技術が伸びるということの2つの面でプラスがあるのかなというふうに考えておりまして、成長戦略の中でも注目をしていきたいと思います。はい、荒井君。総理も副総理も今日はお尋ねいたしません。次の時にまとめてこれらをお尋ねします。よくよくお聞きいただきたいんですね。例えばエスコ事業というのがあるんです。現在の電気量で機械を動かしていますが、新しい機械にすればもっと電気量削減できる。その部分を何十年か前倒しすれば払えるわけですから、切り替えちゃう。麻生総理時代のご一緒にやったエコポイント、家電のエコポイントの発想と同じです。そういうのを組み合わせれば、何も天才的なアイデアなんていらないんです。これを PL 会計、従来の会計と、この環境会計の代表格であるマテリアルフローコスト会計を両方で金融が融資するようにすればいいんです。これをやっていくってことです。そして国はどういうふうにしていくかっていうと、国は呼び水として補助金や、あるいは政策金融投資を含めてそこに貸し付けていく、こういうことです。アベノミクスで銀行にお金あるんですから、貸し出し先ありませんよ。これをどういうふうにするか、これ以外ないです。まあ、その他にもありますけど、これが一番いいだろうと。で、詳しく説明ということですけど、我々は説明する時間が6分でないんです。そういうことでございますので、すいませんが、
もう膨大な資料でお尋ねしております。続いて総理聞いてください。 JR 東日本管内ではあの東日本大震災以外で災害が起こりました。運休中の路線として岩手に岩泉線というのがあります。福島には只見線というのがあるんです。これを廃止するっていうんですね、 JR 東は。じゃあ JR 東はどれだけ儲けてるでしょう。経常利益は皆さんいくらだと思います？2722億円ですよ。で、岩泉線の復旧費用は130億と言われてる。これ払えない体力なんでしょうかね。国交省の事務方に聞きます。払えないと思えないんですが、この数字間違いありますか？国土交通省谷口啓二鉄道局長。委員ご指摘のとおり、JR 東日本の平成23年度の連結経常利益は約2700億円となっております。一方、国鉄改革時からの事情の変更といたしまして、ご指摘の岩泉線については、平均通過人員が災害前でも1日当たり50人を切っておるといった状況でございまして、JR 発足時の4分の1に減っておるというような状況にございます。私どもといたしましては、国鉄の完全民営化を実現するという観点から、国鉄改革を推進してまいっておりますが、改革時から大きな事情の変更があった場合には、各 JR において路線廃止という判断も行うことがあり得ると、そういったものを直ちに不適切とは言えないというふうに考えているところでございます。はい、新井君。適切とは考えないということですが、太田大臣に後でまた次回にお尋ねしますが、まさに電力会社と同じなんです。皆さん、総括原価方式です。最初から利益を計算し、取るべきものを全部取った上で料金を決めてるんです。それ以下の例えば賃金料金ならよしってやってるんです。この総括原価方式で儲けを最初から取っておきながら、全くそんなことは民間の判断することだなどということをどこで言えるんですか。25兆円棒引きしてるんですよ。委員長、東日本の JR 東日本社長、参考人としてそういった姿勢をお聞かせいただきたいと思うので、理事会でお取り計らいご協議のほどよろしくお願いしたいと思います。はい、協議いたしましょう。総括原価方式説明してください。はい、国土交通省鉄道局長。総括原価方式とは、鉄道事業法第16条の旅客運賃などの認可にあたりまして、各事業者ごとにその収入が総括原価を超えないことを国が確認した上で運賃の認可を行うというものでございます。そこでこの総括原価でございますが、当然民間企業が行っているわけでございますので、適正原価と適正利潤から構成されております。で、その算定にあたりましては、営業益として、標準的なコストとするために、いわゆるヤードスティック法というものに基づきまして、人件費、経費、諸税、原価償却費などに、そしてまた配当金等からあります事業報酬を加えたものといったものになっているところでございます。はい、新井宏之君。大変に疑義あります。審議会も適当な審議しかしてない。電気事業者よりも非常に簡単なチェックです。続いて復興大臣にお尋ねしたかったんですが、次回にさせていただきます。ホールボディカウンターによる検査費用についてお聞かせいただきます。総理、副総理、各大臣、よくお聞きください。委員の皆さんもお聞きください。昨年早い段階で私は南相馬一立病院、私立病院は無料でホールボディカウンターを一番先に、何万人も無料でこれを検査したんですね。じゃあ現在私はそれを質問しましたが、その費用はどういうふうに国が払うつもりなんだと、こういうことをしましたら、平野大臣は福島県と南相馬市、これ私立ですから調整してもらうということにしたい。もう1年以上前です。環境省の事務方どうなってますか。誰が負担して払いました。環境省環境保健部長、佐藤俊則、俊信君。
お答えをいたします。今の議員のご質問は去年の3月27日に復興特異でご質問いただいた内容でございまして、その際に政府参考人ほかから検討で調整ということでお答えをしたという案件でございます。その後の状況ですが、南相馬市立病院につきましては平成24年度分につきましては総務省の震災復興特別交付税において助成のための費用を申請して認められたと承知しております。また平成25年度分につきましては復興庁の福島原子力災害避難区域等基幹再生加速事業において助成のための費用を申請し、これも4月1日に事務的な手続きを済んだと承知をしております。なおこれ以外にも環境省の所管しております県民健康管理基金においても適切なダブルホールボディカウンター検査の費用ということになれば支出が可能と考えております。そういう意味で同基金からの支出についても要望があれば今後引き続き相談に応じてまいりたいと思います。以上。新井博之君。では重ねて聞きます。県と市町村単位で何台ホールボディカウンターがあって費用負担はどういうどこが負担していますか。はい、環境省佐藤俊信参考人。お答えをいたします。まずこれまでに市町村などが独自にホールボディカウンター検査を実施したところですが、市町村単位で行われているホールボディカウンターの設置数は合計21台というふうに聞いております。新井君。ちょっと言ってる意味が違うんですが、それじゃあこれ体のことです。厚生省の事務方、これについてどこが費用負担しているか分かりますか。大体1人当たり1万円かかるんです。はい、厚生労働省大臣官房技術総括審議官三浦浩二参考人。利用者の費用負担ということについてお尋ねだと思いますが、これについては厚生労働省としては、お答えする立場にないということで、環境省の、所管の中で行われているというふうに理解しております。はい、新井君。健康に関係するのに厚生労働省は全く知らない。先ほどのは大変な問題なんですよ。総務省が交付金で払ったっていうのは、国が健康管理の基金を入れながら県も払ってないってこと。そして市町村が単独で購入したり自費で賄ってるんですよ。それは総務省のいわゆる補助金なんです。何のために福島県に健康の基金を作ったんですか。これが総理、福島県でやらせてるからこういうことになるんです。国の責任なんだから国が費用負担は全部もらう持つ。それはつまりどういうことか、子ども被災者支援法なんです。それは国が全部、こういう事故を起こしたのは国でありますから、国が一番よく分かる市町村県に法定委託をしますので、どうぞお金のことは心配しないで健康チェックをしてくださいっていう作りに変えていかなくちゃいけないんです。これが安倍内閣のアベノミクスともう一つ重要な課題ですよ。これこういうところが整理つかないから、健康をやってるのに厚生省は知らない。どうするんですか。終わります。はい、以上で新井博之君の質疑は終了いたしました。各位のご協力により予定より早く質疑が本日は終了いたしました。次回は明25日午前9時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。